皆さんこんにちは、ヒデです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。シャインマスカット定食4年目苗の5月30日の様子です。先日からですね、花が咲いてまして、ようやくですね、ジベレリンの摘木がやってきました。はい。こちらはですね、ちょうど今、満開を過ぎたところですね。こんな感じで、キャップがすべて外れています。こちらの房はですね、かなり綺麗についてますね。こちらは、ジベレリン的ですね。で、次にこちらの房なんですけども、こちらはまだジベレリンには早いかなという状態ですね。ちょっと見ていただくとわかるかなと思うんですけど、この今中指で刺してるとこ、これとかはですね、まだキャップがついてます。そして、この下の方ですね。下の方はまだ開花していない状態ですね。こちらはまだジベレリンには早いと。でも隣の花はもうジベレリンの適かなと思います。というわけで今日はですね、ジベレリン処理の方をやっていこうと思います。一応ですね、シャインマスカットのジベレリンの適期は満開から満開後3日までの間ということになってるんですけども、このジベレリンを処理する時期についてもですね、いろんな考え方があります。一つはですね、シャインマスカットは花ぶるいしやすいので、満開後すぐにジベレリン処理した方がいいという考え方と、あとはですね、満開後にすぐジベレリン処理をすると着流しすぎてしまうんで、摘流が大変になると。というわけで、3日後ぐらいまでギリギリまで待ってからジベレリン処理をした方がいいという考え方もあるようです。まあ、どちらが正しいとかいう話じゃなくて、これはもう方法論になってくると思うんですけども、去年はですね、満開から3日経ってからジベレリン処理をしました。で、その結果どうだったかというとですね、確かに摘流は楽でしたね。そもそも着流数が少ないので、摘流はとても簡単だったと思います。去年は房も少なかったんで、あっという間に終わってしまいました。ただですね、この車によってはですね、欲しいところに粒がないっていう状態もあったんで、ちょっと今年はですね、早めにジベレリン処理しようかなと思ってます。こちらはですね、おそらく満開から1日経過したぐらいだと思います。こんな感じで綺麗ですけど、実はね、先ほどこの柔らかい筆の方で花かすを落としてあります。花かすがついてると、ジベレリン処理をした時にですね、ジベレリン焼けをしてしまったり、あとはこの花かすからですね、灰色カビ病という病気が発生することもあるようなので、この満開が終わったらですね、花かすは落とした方がいいみたいですね。一応専門の道具もあるみたいですけど、私は持ってません。普通にですね、こういう筆で、この花かすがついているところをですね、内側から外側に向かって軽くしごいてあげると、そうするだけで結構花かす落ちます。このジベレリン処理をする前にですね、花かす落としするのは今年やってみて感じたんですけど、いいかなと思います。こうやって花かすを落としてみるとですね、ちゃんとキャップが外れてるかどうかの確認はできますね。まだキャップがついてるものがある場合には、翌日、また翌日か明後日、ジベレリン処理する形にすればいいかなと考えてます。
はい、こちらもまだこんな感じでね、キャップがついてるのが下の方にあると。綺麗に揃って咲く花もありますけども、こんな感じで上から順番に咲いてきて下が残ってしまうものもあります。とまあこんな感じでですね、今年は1回では処理が済みそうもないです。今日できるものをやって、明日か明後日もう一度やる。それでシャインマスカットは全ての房のジベレリン処理ができそうです。はい、というわけで今日はシャインマスカットのジベレリン処理やっていきます。それでは薬剤の方を作っていきます。はい、それではジベレリン処理用の薬剤の方を作っていこうと思います。今回使用するのはフルメットですね。こちらは初めて使います、今年。そして去年も使った住友ジベレリン錠剤ですね。こちらはですね、とても作り方が簡単です。こんな感じで錠剤タイプです。で、この錠剤をですね、所定の水量に溶かすだけで簡単にジベレリン液が作れます。はい、こちらがジベレリン濃度の計算表ですね。こんな感じで1錠をですね、何リットルに溶かすかで ppm が決まってきます。今回シャインマスカットはですね、1回目のジベレリン処理が 25ppm、 2回目も 25ppm ですので 25ppm の液剤を作ります。ですのでこの錠剤1錠をですね、1リットルに溶かせば 25ppm のジベレリン液が簡単に作れるわけです。ちょっとね、こちら溶けるのに時間がかかるんで先に作っておきます。で、こんな感じで1リットルの容器ですね、こちらに水を入れていきます。こちらですね、去年はですね普通に水道水使ったんですけど、今年はですねちょっとミネラルウォーターを買ってきてみました。こちらは一応pH が 7.4 の軟水ですね。こちらを1リットル用意します。はい、これで1リットルですね。一応ですね、ジベレリンの説明書には軟水、硬水特に書いてなかったんですけど、まあ大丈夫だとは思います。で、この1錠を1リットルに溶かせば 25ppm のジベレリン液が作れます。じゃあ入れますね。はい、こんな感じで簡単に溶けていきます。だいたい溶けるのに5分ぐらいかかるんで、こちらを先に作っておきます。はい、それじゃあ続いてフルメットですね。こちら私も初めて使うんで、じゃあ開封してみます。こんな感じで取説と、そしてこんな感じですね、ホルクロルフェニュロン液剤ですね。こちらが確か 10ml だったかな、入ってます。はい、そしてこちらがフルメットの取扱説明書ですね。ちょっと私もまだ目を通してないんで、先にちょっと見てみます。はい、フルメット液剤の使用説明書ちょっと読んでみました。で、ざっと見てみたんですけども、こちらが今回の該当欄ですね。シャインマスカットは2倍体欧州系品種ですね。そして無核栽培
ということで、こちらが適用表になります。で、こちらがですね、使用目的なんですけども、一口にねフルメットを使うといってもいくつかね使用目的があるようです。そしてそれによって使用濃度、時期が変わってくると。この下垂発育促進っていうのはですね、若木のうち実が大きくならない現象をなんとかするためにですね、用いられることが多いみたいです。ですので若木のうちで初めて実をつける場合とか、こういうふうにこの転用6枚から8枚の時にフルメット 1ppm から 2ppm の液剤をですね、こうやって下房散布、下垂に向けて散布する。そうすることでですね、下垂が大きくなって結果的にね粒の方も大きくなるということだと思います。で、今回はですね、着流安定、そちらを目的としたジベレリン処理になります。濃度は2から 5ppm、 そして開花始めから満開、開花始めから満開前、または満開時から満開3日後。今回はこちらですね、着流安定で満開から満開3日後の間に2から 5ppm のフルメットを使うという形になります。はい、そしてフルメットの濃度、今回使うのは 5ppm ですので、こちらですね、このフルメットの液剤 10ml を2リットルに溶かすことで、2リットルに溶かすことで 5ppm が作れますということです。ただですね、こちらのフルメットって高いんですよね。これ1本で2000円ぐらいします。で、個人の趣味でやってるとですね、結構な痛手です。例えばこれ1本をですね2リットルにダバーって溶かしてジベレリン処理するにしてもですね、1回で終わんない場合も多いんで、そのたんびにフルメット使ってたらちょっととてもじゃないけどやってられないので、もうちょっとね少ない容量で作ろうと思います。10ミリリットルを2リットルに溶かせば 5ppm ですので、1リットルだと5ミリリットルになりますよね。で、1リットルもいらないんで、今回はね、ジベレリン処理が1回できる分200ミリリットルで作ろうと思います。1リットルで5ミリリットルですから、1リットルを5で割れば200ミリリットルに対しては1ミリリットル使えば OK ですよね。ですので、この10ミリリットル入ってるうちから1ミリリットルをちゃんと計測して、そちらを200ミリリットルのジベレリン液に溶かせばフルメット 5ppm の液剤が作れることになります。今回はそれでやっていきます。そうすれば10回分ぐらいありますんで、この一瓶で。ちょっとケチ臭いですけども、そちらでやっていきます。で、先ほどのですね、ジベレリン液、もう放っておいたら勝手に溶けました。で、こちらからですね、今 1000ml 入ってますんで、 200ml をこちらのプラコップの方に移して、その中にフルメットを 1ml 投入すれば 25ppm のジベレリンで、フルメットが 5ppm の液剤が作れますね。じゃあやっていきます。少しか。はい、こちらが200ミリリットルのジベレリン液、こちらにですねフルメットを1ミリリットル入れていきます。よしと、ちょっと引っかかりそうで怖いんで、はい、じゃあ開封します。
内蓋とかはないんですね。じゃあ1ミリリットルを。あります。はい、こんな感じで1ミリリットルを計測しました。それをこちらのジベレリン液に投入します。はい、これで今回使うジベレリン液の完成です。ジベレリン濃度が 25ppm、 フルメットが 5ppm の液剤ですね。こちらをシャインマスカットの花房に浸していきます。じゃあ作業していきます。はい、それではシャインマスカットのジベレリン処理1回目やっていきます。こちらはすべてのキャップが外れた状態、こちらが適機ですね。じゃあやっていきます。はい、こんな感じ。そうしたら目印を1個取ります。最後にデコピンですね。はい、これで完了。そうしたら、隣のこちらもいい感じだと思うんで、こちらもやっていきます。はい、そしたら1個取ると。はい、こんな感じですね。はい、続いてこちら、こちらもいいかなと思いますんで1回目処理していきます。そしたら目印を1つ取ると。はい、こんな感じですね。ちなみにこちらはまだキャップがついてるんで今日はやりません。はい、こちらはシャインマスカット3年生の花水、こちらも綺麗にキャップが外れてますね。ジベレリン処理1回目やっていきます。はい、こんな感じですね。他にもできるものがあればやっていきます。こちらはですね、キャップが数個外れてないんですが、先端の方ですね、先端のキャップが若干外れてないです。ですがちょっとこれジベ処理しちゃいます。はい、こんな感じですね。じゃあ残りもやっていきます。はい、シャインマスカットのジベレリン処理1回目が終わりました。
と言ってもまだ終わっていない房もあるんですが、こんな状態でちょっとね、2、3個花が咲いていないものも今日ジベレリン処理してしまいました。あとはこんな感じで程よい房もあったんで、こちらもジベ処理してあります。そして目印を1個取ったという状態ですね。かと思えばこんな感じでね、まだ全然咲いていない枝もあったりします。あとこちらはですね、花がふるってしまったんで、こちらが本水で、これ肩です。ちょっと肩の方を残した房になります。こんな感じですね。一応こちらもジベレリン処理してみました。ある意味小房作りといいますか、そういう感じになるかなと思います。こちらもいい感じですね。なんか今年のシャインマスカットはですね、4年生の苗より3年生の苗の方がいい実がついているような気がします。樹勢がやっぱ強い方が花穂も立派になる感じですかね。ちょっと3年生の枝はこんなに太かったりするんですよね。鉛筆台こんな感じで太かったりします。ちょっと4年生の方はね、今年は天候不良がもろに響いて樹勢がまだ弱いんですけどね、ここからまたどんどん強くなってくると思います。ここ数日で随分強くなりましたからね。はい、こちらもですね、綺麗にキャップが外れていたんでジベレに処理してあります。今日ですね、シャインマスカットの方は半分ぐらいジベレに処理できたかなと思います。で、明日か明後日にもう一度来てですね、残りの房をやっていきます。まあできればもう一回で済ませたいですが、ちょっと朝とかにね、パッと畑に来て様子見てジベレリンしてトンボ帰りする、そんな日が数日続くかなという感じですね。このジベレリン処理が終われば一段落つきますんで、その次は適流ですね。はい、それでは今日はこのくらいで、いつも最後までご覧いただき本当にありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。バイバイ。